皆さんこんにちは。ソードアートオンラインバリアント商談プロデューサーの竹内です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。先日はゲーム内と公式ディスコードサーバー用のスタンプアイデア募集キャンペーンにご参加いただきありがとうございました。今まさにアイデアの選考中なんですけども、面白くそして素晴らしいアイデアをたくさん、応募いただいてますので、5つまで絞り込むのが大変そうです。結果発表はスタンプの制作完成後の予定なので、まだまだ先にはなってしまいますが、少しお待ちいただけますと幸いです。それでは本日の、トピックに行きましょう。はい、まずは SAOVS がどのようなゲームなのか少しだけご紹介させていただきます。すでにご存知のプレイヤーさんもいらっしゃるかと思いますけども、改めてここでご紹介させてください。バリアントショーダウンは、ソードアートオンラインのアニメ10周年記念アプリとして開発を進めています。アニメに登場した様々なキャラクターを操作してでスイッチとソードスキルを駆使して、強大なボスに挑むアクションゲームになってます。ストーリーでは今作オリジナルのゲーム世界であるクロスエッジを舞台にキリットやアスナといったおなじみのキャラクターそして今作オリジナルのキャラクターも登場します。今回はアクションゲームということで様々なバトルコンテンツをお届けする予定です。リリースまでもう少々お待ちいただけたらと思います。現在バリアントショーダウンでは、先日のクローズドベータテストの結果をベースにリリースに向けた追加開発を行っています。ベータテストにご参加いただいた方も、そうでない方も、今後の開発内容にも注目していただけると嬉しいです。バリアントショーダウンの開発に、期待することについても、ぜひコメント欄で教えていただけたらと思います。今後の参考にさせていただきます。ここで皆さんに新しい映像の一部をご用意させていただきました。ご覧ください。皆さん何の映像か分かりましたか？実はソードアートオンラインのアニメを手掛けている A1 ピクチャーズさんにバリアントショーダウンのオープニング映像を作ってもらっています。今回は少しだけご紹介しました。完全版の映像ももう間もなくお見せできるかと思います。素敵な映像を作っていただいてますので公開を楽しみに待っていてください。新キャラライラの設定画を特別にご覧いただきたいと思います。こちらも A1 ピクチャーズさんに協力をしていただき今回のオープニングアニメのために作っていただいた設定となっております。まだ謎の多いキャラクターなんですけども今後どのように物語に絡んでくるのか予想してみていただけたらと思います。これからも開発中の内容をご紹介できればと思ってますので今後の情報展開をお楽しみに。最後にこちらの映像をご覧ください。 SAOVS のオリジナルキャラクターであるライラは上坂すみれさんに演じていただくことに、そして主題歌は青井エイルさんに歌っていただくことになりました。お二人からスペシャルメッセージが届いています。皆さんこんにちは。ソードアートオンラインバリアントショーダウンのオリジナルキャラクターライラ役を務めます上坂すみれです。ソードアートオンラインバリアントショーダウンはアニメ放送10周年を記念して作られているアプリゲームということで節目のタイミングで作品の一員になれたことをとても嬉しく思っています。ライラというキャラクターは、現時点でね公開されている情報は少ないんですけれどもクールな見た目に反して奥に眠っている熱い思いでしたり、実はねあるものを溺愛していて、非常にね茶目っ気のある一面なんかもあったりしてそこがとても魅力的だなと思いました。はい、楽しく演じさせていただきました。このあたりは、ゲームの中で明らかになっていくと思いますのでぜひリリースされた際には遊んでみてください。
ついに、声優が発表ということで、私も皆様にご報告できる今日のこの日をとても楽しみに待っておりました。最後になりますが、ソードアートオンラインバリアントショーダウンを応援してくださっている皆様の期待に応えられるように頑張って収録に参加しましたので、作品でお会いできることをとても楽しみにしております。ということで、ライラ役上坂すみれでした。バイバイ。皆さんこんにちは。ソードアートオンラインバリアントショーダウンの主題歌アンサーを歌わせていただきます、青井エリです。アニメ10周年を記念して作られている、今回の新作のアプリの主題歌を担当させていただくこと、とても嬉しく思っております。このアンサーという曲なんですけれども、レコーディングしたのはなんと、1年ちょっと前になります。その曲がいよいよ皆さんに聴いていただけると思うと、とても嬉しい気持ちでいっぱいです。攻撃的なサウンド、そしてパワーのある楽曲、ぜひ皆さんに楽しんでほしいと思います。それではソードアートオンラインバリアントショーダウンを引き続きよろしくお願いいたします。以上、青井エリでした。したっけ。本日のプロデューサーメッセージは以上となります。動画への感想や、また今後取り上げてほしいトピックなど、 YouTube もしくは各公式ソーシャルメディアで、ハッシュタグ SAOVS チームとつけてコメントで教えてください。それでは次回の放送をお楽しみに。